ショールームを始めました。ちょっとだけ下地塗らせてください。何もしてない、本当に30分だけやります。ちょっと待ってね、全然下地も濡れてない。下地は手で塗った方が楽か。めっちゃさ、何もしてない。めっちゃ顔面そう、顔面は白みたいな顔してる。なんかリップ塗ろう。なんかさ、リップだけ塗ったらちょっと変ななった。ちょっと早急にメイクを終わらせよう。嫌だからこの顔。いや、まゆーちゃんは別にさ、すっぴんでもいいんだけど、私は嫌なので。あの子は別にさ、すっぴん公演したいって言ってるぐらいだから。前髪がどうしましたか？なんかついてるな。めっちゃよいしょ。まあいいでしょう、下地は。めっちゃ真っ白になっちゃった。これはさすがにおかしいでしょう。なんかさ、ビジュイとかの問題じゃなくない？この白さ、光で飛んでるから。やばい、やばいやばい。そしてまあコンシーラーをします。危ない危ない。別に髪型はお話し会の会場でいつも変えてるので、前髪やるぐらいじゃない。ピン公演なんて私は絶対にしませんよ、絶対にしません。なんか今日さ、光が強いのかめっちゃ飛んでる気がする。もうちょっと血色あるんですけど、でコンシーラーをします。すっぴん握手会はワンチャンないですね。すっぴん好きなのはいいんですけど、別にね、
ことないですよ。いやでもさ、画面越しと実際って別に違うから全部一緒なわけじゃないのでね。私は好きじゃないですよ、すっぴん。なんか先輩方コンサートリハで見てるとなるけど、別にそれをさ、コンサートの会場とかさで見たいかと言われたら、別にさもっと可愛くなってる方がいいじゃん。何のためにメイクしてるのになってない、それはってなっちゃう。さて、ファンデーションを入れます。音速でメイクしてる。別に焦ってはない、閉まんない。まあまあまあ、いつかのその機会なんてないとは思いますけど、ショールームぐらいでいいんじゃないですか。別にさ、ショールーム以外でわざわざさ見たいかと言われたら、別にそういうことでもないじゃないですか。こんにちは。私は足にあれ貼りました。休息睡眠みたいな、休息睡眠みたいなやつ貼りましたよ。あれ楽になる気がする。最近ずっと立ちっぱだから、だからなんか感じですね。うん、めっちゃファンデーション塗ってます。白すぎじゃない、私やばくない。なんかでも普通に見たら別にそんなそうでもないんですよ。フィルターかな、なんかフィルター最近さアプリ落ちちゃったから、もう一回設定し直したらよくわかんないことになったんですよ。なんか色白とかじゃなくないこれ。ちょっと貼り替えてみる。違うな、なんかおかしい。あ、白飛びしてるってこと。いや、にしてもじゃない。いや、にしてもでしょ。画面が白すぎて私今びっくりしてるんですけど、こんな白い予定じゃない、こんな白い予定じゃないんですけど、ちょっとチーク塗っていい、先に先にさチーク塗ります。じゃあパウダーしてチーク塗ってみる。でもし おでこにしかさパウダーしないんですよ。あとまぶた白すぎでしょこれは。って言ってさメイクしてったら、まあなんとかなるんですよ、そういうのって。
どうしよう、こんな白い予定じゃなかった。でもさ、シュールじゃない？割となんか驚きの白さすぎて今びっくりしてるんだけど。でも言うてだよ、まあパウダーは白くないんで、ね、どうしよう、白すぎん？やばい、白すぎてちょっと今ビビってるんだけど。そんなことある？おはようございます。ちょっとやばいかもこれは。なんで？なんでだろう？私なんでこんな白いんだろう？昨日よりファンデーションが明るくなったのかな？どうしよう、本当に。本当に驚き。結構私今ビビってる。こんな白くなる予定じゃなかったんですけど。そして、マグロが消えたんですけど、どこやったんだろう？見えましたね。そんな私は焦ってる。ちょっと前に使ってたアイブロウ使う。アプリの設定もあるかも。眉毛描きます。ああ、ありがとうございます。ちょっと待って、何も読めてないから後でまとめて読みますね。ありがとう。全然眉毛描いてます。本当に焦ってる。こんな真っ白な予定がない。ちょっと押し眉毛描くの下手なんで、さささってさささってさささってさせて。本当にどうしよう、真っ白すぎる私。ちょっと面白いわ、面白すぎるこれは。でもね、普通に見たら普通なんだよね。え、どこまでさ頑張ればさ白くなくなるかな。で、白いじゃん。ちょっと待って、フィルターを変えてみよう。エフェクト、これも白そう。いや白いな。なんかさ、なくない？オリジナルだよこれ。まあ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 、もういい、もういい。なんかリップかな、これ普通のやつなんです。ライトを暗くする。ああ、まあまあまあ、まだいい。オリジナル。なんでこんな白いんだろう。アトーン？あー、戻ってきたかもしれない私。あー、いけるかも。これならいけんじゃない。ちょっとライト元にしよう。あ、これでいけんじゃない。ライト戻ってきた。うん、過去一白くてびっくりしちゃったけど、何度かなりました。あー、危ない危ない。ちょっと書きすぎた。 OK、 これにちょっと待って、チークを塗ってさあるから、ちょっと気まずいね。アイラインを引きます。皆さん今日はちゃんと起きりましたか？私はまあ二度寝はしたんですけど、全然余裕です。ちょっとアイラインを太くする。よいしょ。
アイラインよりまつげのマスカラの方が怖くないって言われない？気のせいですか？足粘膜にさ塗ることないのであんまり効果ないんですよね。なんか自分で粘膜に塗ったことないから、どうだろうか。こんなもんか。アイラインが引けました。やっぱり白いな。でもにしても白いんだよな。ちょっと寝込みでもつけとく。全然メイク中なんだよな。でも今日は別にこれつけないんですよね。今日つけないけどつけとくね。ハロウィンなんで、まあ、黒い服着てるんですよ、ね、別にこれをお話し会で着るわけじゃないんですけど、黒い服を着てて よいしょ。でもこの前つけてたよね。全部ありますけど、まあ真っ白よりはいいかな。でも何かの顔でメイクしながらこれつけてるのもなかなかにシュールなんですけど。こんにちは。これめっちゃ鈴なるんですよ。これ今はゆきりんさんのアイシャドウ塗ってます。こんにちは。まつげに塗りすぎ、なんかついちゃった。で、ラメを塗ります。本当に可愛いこれ。で、さあ続いて、涙袋にアイシャドウを出して、なんか今日昨日より工程がさ3個ぐらい減ってる。まあ漏れるよきっと。眉毛が下がってるのは別に生まれてから
ってわけでもないか、わかんない、なんでかわからないけど下がってます。こんにちは、髪の毛のセットです。ありがとうございます。本当に何も読んでないけど、ちょっと読む気はあるのは知ってて、メイクから手が離せない、これは本当。こんにちは、全然ツイッターでさ宣伝してないけどさ、もうあと10分ぐらいで終わるので許して。私猫飼ってないからさ、猫事情あんま分かんない、猫事情は分からないですね。よし、で今からまつげを上げて、猫ちゃんほとんど寝てるんだ。ワンちゃん飼ってますよ、13歳のワンちゃん飼ってます。あ、シェーディングしてないか、いやまつげが先だな。前髪そんな伸びてないよ、そんな伸びてない、全然あんま変わらん。13歳は受けれるんじゃない？確か12歳からでしょ？こんにちは、こんにちは。みちゃん、なんかメイクした、ちゃんと待ってね、もうちょっと待ってね、まつげ塗ったらなんいろいろ読みます、いろいろ読んで終わりますんで少々お待ちを。これは待ってほしい。そう、昨日なんかお話し会でまつげ褒められた。今日も皆さんちゃんと起きましたか？よいしょ。ちゃんと間に合ってくださいね。一部二部のファンの方、一部二部にいる方、意外と忘れられるのって覚えてるんですよ。なんか行くねって言われてて、
あ、来てくれるんだって思ってて来ないとあれってなる。なんか普通にどうしたんだろうってなると思う。なんか朝だけだとなおさらね。まあ、夜だとまあみんなさいないのは帰る時間かなってなるけど。待って、タワーが来てるんですけど、ちょっと待ってください。ちょっと急いでまつげ塗るんで待ってください。これは本当にすいませんね、もうこんなバタバタで。まあいっか。18日、そう、朝早いんですよね。待って、本当にすいません、本当に待って、全体に全員読めない自信がある。申し訳ない。どうしよう、どうやって見よう。ちょっと迷うな。で、とりあえず時間がないのでまた配信するときに書きますね。いや、ちょっと待って、それは絶対に無理だな。絶対に今書いた方がいい。テンパってる今。そんなテンパってないけど、ペンがない。ペンはあそこにある。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。やばいやばいやばい。バタバタしてる。バタバタしてます。よいしょ。オレンジでいい？もうハロウィンだし。今日は早くショールーム終わっちゃうんで。次回だとさ、来れるかわからないから。今日は29。めっちゃ真剣に書いてた今。よし、あきさん、ハロウィンタワーありがとうございます。感謝ありがとうございます。さて、そんな私は前髪をします。全然完璧じゃないよ。1ミリも完璧じゃないし、全然全部中途半端だけど大丈夫かな。ちょっと皆さんごめんなさい、本当に今日に関してはって感じ。バタバタで、超バタバタ。まあ40分です。じゃあ一回終わりにしちゃおう。40分ってお知らせしてくれてありがとうございます。全然猫に寄せてないです。ありがとうございますね。前髪セットはしません、ここで。よいしょ。よし、ちょっと待ってね。ランキングを読みますね。大丈夫ですか？読んで。まあ本物に会いに来てください。行きますね。ちょっと音速、めっちゃ早かったんですけど、申し訳ない。時間があるときにまたショールームするんで、待っててください。さて。13位、ロイヤルアスコットさん、ありがとうございます。12位、大輔さん、ありがとうございます。11位、ゆきたん、ありがとうございます。10位、紳士の羊さん、ありがとうございます。
9位エイチャさんありがとうございます。8位ヌーマーさんありがとうございます。7位ダオスさんありがとうございます。6位マルミさんありがとうございます。5位トシビンさんありがとうございます。4位ショタさんありがとうございます。3位シンさんありがとうございます。2位ひろきさんありがとうございます。そして1位がアキさんありがとうございます。ありがとうございます。今変わっちゃった、今変わったんですけど、ちょっと時間変わっちゃったので申し訳ない。40分までって言ってたので、でも変わったの一人かな。ピアノマンさんありがとうございます。ありがとうございますね。バタバタでした。たくさんギフトも送ってくれてありがとうございますね。お話し会で待ってます。ありがとうございました。そんなうちではアイドルなんかじゃなかったのが流れてるまた後でリバースとかショールームじゃないや、 SNS 動かすので見てください。バイバーイ。握手会です。